Z8 コックピットリアのデザイン Z8 はドイツの自動車メーカー BMW が2000年から2003年まで製造・販売していたオープンカーである。コードネームは E52。1台限りで生産が終了された。1956年から1959年まで生産されていた BMW507 をモチーフにし、 南カリフォルニアのデザインセンターにおいてデザインされた。アストン・マーティン DBQ やバンテージのデザインを手掛けた、ヘンリック・フィスカーの出世作でもある。コンセプトモデル、Z07 の量産型として1999年に発表、日本では2000年5月に発売された。2003年までに5703台が生産され、約半数がアメリカに輸出された。2003年には、 アルピナによるアルピナロードスター V8 が発売され、555台が生産された。MT 車のみの通常モデルに対し、a t 仕様のみに変更された。大部分がアメリカで販売された。1999年公開の映画、007、ワールドイズ・ノットイナフにて、ボンドカーとして使用された。なお、撮影に Z8 の生産が間に合わなかったため、 成功に作られたハリボテを絞れエコルベットに被せて撮影されている。また、ガービッチによる同作主題歌のミュージックビデオにも登場している。ありがとうございます。